か。おはようございます。今ですね、9月25日の10時半です。ようやくガイドが合流してケンさんです。で、私村岡でこれからハーポンに挑みます。楽しみです。あ、もう息もつかせぬ勢いで出航です。もういきなりガイドにビール渡されたので、酔っ払う前に釣りたかったけど、釣ってから乾杯したかったんだけど、釣りには影響しませんが、うまい、とてもうまい。しかも1972年生まれの現地のラガビーですかね。あと私1972年生まれ、なんかいい感じ、いい感じです。さあ、釣り場ついたんですかね。船がスローダウンしましたね。そうだね。ああいう岸沿いから一段落ちたブレイク。ハーポンってオープンエリアっていうよりは、そういうやっぱ駆け上がりについてる。そうだね、ここはね。あ、ここは。でもサーフとか行くとファーストブレイクについてる。はいはいはい。サイズによるんですかね。サイズによる。で、でかいのはちょっと右の深いところ。深いところ何メーターぐらいですか。あの時はでも15とか、それぐらいだったね。15メーター。うん。こっちはだって出したら5メーターとか。はい。だから、シャロー打ちしてるとそこにはいねえとかって言われて。深い方にいると。そうそうそう。ちょっと離れたところ。で、投げたらちょっと沈めた方がいい。沈めた方がいい。うん。で、その日のちょっとカウント、その場所によって棚を毎回探さないといけなくて。はい、はい。まあ、ある程度掴んだら、あ、ここね、みたいな。なるほど。うん。そんな難しい釣りだよな。難しくない、いればすぐだし。まあ、ケンさんが死ぬほど釣れるって言ってついてきて事実だったのが1回、あとはむしろ死ぬほど釣れない時が。まあ釣りはそういうもんだから、別にそれは1回でもそうだったんで、そうね、あのこの人の言うことは信じて。 OK。 Let's start。 Fish are deep。 Yes。 20m。 はあ、さあボラコン7グラムのタングステンつけたんで、どんぐらい沈むのかな。ちょっとデータなしですね。あ、ほら全然沈んでない。ジョルティかな。ちょっと数投して最初のタックルはスピニングできます。うわ、いい動き、釣れそう。あー、でも沈むの遅い。これは20メーターまで1分ぐらい沈めないといかない。最初はアピアの、まだこれプロトですけど、ジェットラン 76MH、 ソルティガの 8000P が3号です。多分300m。 ガイドも釣る方式。はい、ジョルティの 45g プロトに変えました。テールシングルで打ってみたいと思います。 20m 沈める。その潮目と背のね、よれとか初めてカリブ海で釣りをします。それが嬉しい。人流し目終わりました。まさかの 20m ラインを攻めろ。まさかの20。俺とケンさん合わせてトイック100点って。2人だったら満点はいくら、2000点。それでもなんとかなるっていうのはね。いや、全然余裕ですよ。伝えたいですよね。まあ、もうだってこれがポルトガル語圏内とかスペイン語圏内行ったら全然喋れないわけで。英語も通じない時があるんだけど、ボディーランゲージで。まず自分がベトナム2週間行った時も何語も通じなかったですよ。ベトナム語以外一切通じない。もう困った顔すれば通じるし。素晴らしい旅になりましたからね。めっちゃスコールだ、すげえスコール。あれはやばいですね。あれやばいですね。あれ来たら屋根の下で待機なんですよね。でも屋根ありだからいいね。はい、まだ。あ、さらしに、まさかの磯平っぽい。あ、これさらしにもいるんだ。めっちゃいい。バイブレーションっぽい。ここと違うんだ。平打ちして、ガイドがこう動かしてる。それを見たら、もうちょい動かして良さそうですよ。こんな感じで。中則さんがやってるんで。いやー、楽しい。早くバイト欲しい。これかっていう感じを味わいたい。まだ人生で一回もね、サーポンのバイト取ったことないんで。いや、だいぶスコールが近づいてきてて、冷たい風がちょっとこちらにも来たんで、振られそうですね、一回。どういうメソッドがいいかな。ボールとかでも食いそうだしね。早い方がいいのかな。結構、スタンダードな、ヤマサっぽい動かし方をしてるよね。まあ、潮も行ってるし、ちょうど満潮ですかね。満潮の最後の上げなんだろうな。あの、海面のね、
貝とか海藻の付き方見る限り、まだ潮はね動いてるんで、このトリニダードトバコの島国ですから潮は早いはず。早い。なんかいや当たんなかったんですけど、ついてきてましたね、水面がバシャー。なんじゃ、マジョリティは誘えてます、多分大丈夫。さあ七流し目ぐらいですかね、沈めるんかな。あのタイプじゃ沈まないと思うんだよね。オトチラも 50g ぐらいあって、結構なんかスカスカのワームでバイトすると潰れてシングルフックが乗るタイプの隠しブラックバスっぽいやつなんですけど、あれじゃね結構そんな沈まないと思う。だから30秒ぐらいカウントしてるんだけど 10m ぐらい沈んでないと思うんで、マジョリティの方がはるかに 10m あっという間に。あ、ライズした。浅場でライズしましたね。加速型のストップアンドゴーですね。こう巻きながらシュッと最後引っ張って止めて、それやってますね。地元のローカル洞窟、あんなとこにもいるんですかね。あ、いるんですか。いけー、浅そう。いやー、すげえかっこいいなこの看板。登りたいね。際打ち浅っ、5メーターぐらい。ここが見えます。お、お、お、ライズしてる。あれターポン？ターポンそれ。何何？なんか水面に出たよ。お、お、来た。よっしゃ。よっしゃ。あ、外れた。本当に外れんのね。でもジョルティ食った。よっしゃ。よっしゃ。これで自信がつく。ターポンジョルティ食いました。合わせる間もなくジャンプで外れてた。表層早巻きで出ます。あ、あ、違う違う。ホッパーだった。お、いるいる。ターポン。お、いた、おっしゃ、よっしゃ。よっしゃ。あ、お、お、よし。すげえ。刺さないんだね。朝通りの。勝ってから合わせないとダメだな。いやすごかった、今でかかったですよ。1メーターぐらいあるし、ケースは後ろ、後ろ。うわで、でかかったですね。尻尾がすげえな、尻尾が。うわでかい、何食ってんだ。うわすげえ、あんな移動距離なんだ。 1.5 メーターオーバーだね。でかかったですよ。自分に食ったのも2回目それぐらいありました。なんかほんと1メーターぐらい。くぅ、いるいる。突然やってベイトって出るんだな。ほらほら、ベイトが回遊する。あそこだ、あそこ。ベイトが回遊する。あー、でっか。ベイトが回遊する。あー、でっか。あー、でっか。あれはちょっと取れないかも。合わせちゃダメですね。かかったらひたすら巻く。ひたすら巻いて、糸がたるまないように、腕ながら巻き続けて、ベイト開始してから、もう、汗がもう、魚の引きで、2メーターっぽいの。おっしゃー、蹴った。ああ、当たった。あ、よしよし。ああ、ああ、外れた、外れた。でかそう。寝がかりのように止まるんで。潮目にいる。ケンさんも当たったらしい。よしよし。え、なんでそれが乗るの？なんで乗るの？ケンさんヒット。いきますよ。よし、あ、外れた。ああ、今カメラを撮り行ったら外れた。そういうものみたいですね、バレる。かかんないよ。3バイト合わせない方がいいの。あちゃ、あ、まあ結構な群れですね。おうおうおう、わあでかいでかい。さあ地合い、潮目がぐわーって効くと、こっち来た、こっち来た。いけいけ、入った入った、届いた。あー、向こう行っちゃってる。うわー、うん、でかい。あ、いろんなサイズがいるんだ。あー、なるほど。こっち向かってますよ、こっちに。ケンさん、右に行きますよ、右に来る。おー、そこ、ほら、そこまで。あ、違う、ポッパーだった。ごめんなさい。すいません。あー、すげえ。リーダーが。リーダーやば。はい、ちょっとリーダーをやり直しました。ボロボロだった。ちょっと長めにしたのと、シングルにしてみました。よし。
ラーメーカーだ。ディプレーションですね。はい、違うね。そう、5時。あと1時間ぐらいですかね、今日は。なんかね、バイトはあるんだけど、取れない。かかんない。まだ俺は1秒ぐらいヒットした時間だけですね。で、この DOA っていうご当地最強をみんなこれ投げてるんで、ちょっと借りて、これはかかってんですよ、みんな。で、ケンさんはこれで4ヒットかな。で、全部バレてて、で、ガイドの人も4ヒット、こう、ヒットぐらいしてるかな。で、全部バレてて、まあ、結局1本も上がってないんだけど、1本も上がってないけど、かかってんのと、バイトだけで終わっちゃってる。で、ガチスラで一発、クオリティで、5、6匹ですかね、バイトあったんだけど。残念ながら、ヒットに持ち込めないので、ちょっとこの DOA、何が違うのか。で、今使ってたらね、すごいダーターなんです。めちゃくちゃいいダーター。で、引くとバイブレーションだし、まあ、針が見えてないからね、一段食いがいいはずだし、こう貼った状態からシュッと飛ばすと、こう横に、綺麗にダートするんですね。まあ非常に完成度高い。で、それ上では当たったりするんですか？上で当たったこともありますか？もちろん。あの、油、オイルの時だけね。ああ、じゃあさ、この沈めた時。もう、下。なんか、キャスティングで撮りたい。そう、キャスティング撮りたいよ。当たった。よし、もう一回。当たった。よし、あー食わない、もうちょ、よし、もうちょ、何タートンじゃねえの、くそ、ゴン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 って4バイトぐらい出ませんけど、ちょっとちっちゃかったから立つかな、あうわっしゃー、パポン、よし、寄ってきちゃったよ、寄ってきちゃおう、おお、大きくないけど、バレて、すげえ、で、これ、どうしたらいいの、もう入れちゃうの、よしよし、カシンガイです、もういいっすか、入れちゃって、でもいい。早く入れたら暴れちゃう。はい、どれぐらい？70。あ、です。よいしょ。点7回と当たるよ。よいしょ。よし。変わる。うわ、ハハハ、あー油断した、回しきった、この最後に、やった一日勝っちゃってはい、ウッドライGood job, good job. Hey, thank you. Yeah.いや、惜しかったなぁ。どうぞ。畳む？あ、もう、畳む気です。沈めず。3バイト出ました、3発。よし、当たった、当たった、当たった。来たよ。いますよ。よし、よし、あー、あー、飲んだ。くぅー、ダメかぁ。ダメかぁ。残念。久々にまた当たりましたが。初日終わりました。船べりまで寄せたけど取れずでした。楽しかった。でもまた明日頑張ります。ご視聴ありがとうございました。さあ帰ろう。はい、初日のレストランです。お疲れ様です。お疲れ様でした。あんなにバイトしたのに10以上あったでしょ。自分バイトは10以上ですね。ねえ、でちゃんとかかったの1匹、船べりまで寄ってバラした、うん、ヒットしたのが4、エンさん4ヒットぐらい、うん、はい、ゼロキャッチ、
いや、まあ、なんであんなに難しいんだろう。ガイドもバラしてたから、ガイドもノーキャッチじゃないですか。うん、そういうものなんですかね。太軸フックがさ、あんなに曲げられちゃうね。前回もバラしまくったんですか。いや、そんなでもないんだけど、はい、あの自分たちの企画が変わったとしか考えられない。柔らかくなったとか、はいはい、もちろんバラしたけど、うん、今日ほどじゃない。まあまあ初日ですからね。でも釣りが全然効いてたのと違って、なんかシャロー打ちみたいなイメージだったけど全然違いました ね。全然違ったね。今日の打ち方はやってない。やってない。あ、で結構ディープ系が多かったもんね。もうジギングタックルみたいなの欲しくなります。そうだね、40メートルとか。キャッチスラー180なんか合ってるんだけど、投げるタックルがないんですよ。だからきついなとか。ジョルティ、この野郎、ボラコン、今日と同じ釣りする想定でウェイトとかをセッティングし直して、明日は、いや、まあ、まずは DOA という、あの、エンチルアーで、あれで一本取っておきたいですね。安心感がありますね。はい、はい、じゃあ明日から頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい、お疲れさまでした。おぴーつ、おぴーつ、これ酔っ払うわ。マイス、マイス。ということで、また明日お楽しみに。